はい、ということでね、授業始めていきますということでね。いやー、授業始まったー。マジでめんどくせー。いや、やっぱりこのノートに書き写すっていうのがめんどくせーんだよな。まあ仕方ねえ、やるしかねえな。はい、ということで今先生がね、書いといたこの部分ほんと大切だからこれちゃんと書いといて。よし。なんだ折れただけが。いや、シャーペンの芯が急に折れる時の衝撃半端ないんだけど、思ってもないタイミングでポキッと折れるから、その衝撃がもうすごい全体に伝わってくるよね。シャー芯折れた時の衝撃半端ない。そういえばさ、高橋ってさ、何のシャーペン使ってんの？あ、俺？いや、俺はね、やっぱり断然これだね。これほらさ、こうやって振ってこう芯が出てくるタイプのやつ、これ。あー、出た、その振るタイプね。振ると芯出てくるってすごくない？それ。いや、マジでこれめちゃめちゃ便利だぜ。だって振るだけでいいんだぜ。俺はもうやっぱり一番シンプルな、このもう自分でカチカチやるタイプね。振るタイプだとなんか振りすぎてたまになんかすごい出ちゃう時あるじゃん。これ自分でね、うまく調節できるから、結構好きなのよ、これ。まあな、まあたまになるけど、まあ便利。あれ、鳥谷は？いや、俺はもう完全にクルトが一択。きたー。クルトがぜ。いやだってお前このシャーペンさ、芯が回転して常に尖らせてるっていうもう超高機能ついてんだぜ。いやもう書けば書くほどとんがるってもう最高だろこれ。そうだね、やっぱシャーペンって言ってもやっぱりいろんな種類があるし、みんなそれぞれ好み違うんだな。やっぱみんなそれぞれ個性あるんだな、やっぱりな。意外と好みは個性が出る。はい、ってことで全長がそう15センチな。そう、まあそこしっかり覚えておけばもうテスト大丈夫だから。なるほどね。あれあれなんでヒュッて入っちゃうのなんでヒュッて入っちゃうのこれ。あれまたなっちゃった。あれなんで入るのなんで中に入っちゃうのかなこれ。あーもうダメだもう中に入っちゃう。なんでこれ短いと芯中入っちゃうんだよねこれねこれやめてほしいよね、ほんとにね。芯が短いと中に戻っちゃう。あ、次の授業そういえば別の場所か。ちょっと移動しないとダメだこれ。いやー、お、来たー。うわ、来たーシャーシン拾った、やった。うわ、しかもめっちゃ入ってんじゃん。うわラッキー、やった。よし。たまにシャーシンケースごと落ちてる。うわ、やっべー、消しゴム忘れた。いや、待てよ。ここだ。うわ、まだ一回も使ってないから、ここ使うの迷うな。うわー、でもここ使うしかないな。うん、ここ使うしかない。よし。よし。あれ意外と結構消えるな、これ。あ、この消しゴム結構いいな。ちょっともう消しゴムいらないかもな。これで十分だな。よし、今後はもうこれ使ってこうか。あれ、シャーシンなくなっちゃったな。よし、ちょっと補充するか。あれ、あ、やばい。あ、やばい。あ、やばい。消しゴム使いすぎてもう出せない。あ、やばいやばい。焦る、これ。え？やばくないこれ。あ、もう消しゴムがここともう全く同じ高さになっちゃってるからもう。あ、やばい、これ終わった。どうすればいいのこういう時って。どうすればいいのこれ。